時期なので皆さんたちの演奏っていうのは多くの人たちを勇気づけると思います。で、もちろん私たちのような大人のオーケストラあるいは吹奏楽も大事ですけれども、皆さんたちのようにこれから日本の音楽界を支えていく若者たちの集まったエネルギーのですね、演奏というのに今日来てくださるお客様大きい勇気をもらって帰宅されると思います。もうまあ今世の中がこうです。で飲食業の方たちは私たち以上に、まあ僕は個人的にはちょっとこのまあ政治家じゃないんで何のあれも言う資格はないですけれども、あまりにも理不尽だなと思いながら見ているし、僕らの業界も本当に厳しい立場に立たされていますが、一条の光あるいは大きな勇気を与えてくださるのは皆さんの演奏です。僕も勇気をいただいてきました。今日は間違えてもいいよ。それからなんかいろいろハプニングを起こしても全然問題ないから、ぶっちゃけてぶっ飛ぶ演奏をしてください。ただし最後まで丁寧にね。で丁寧にやればアンコールの3曲ってのはものすごいいいモードでリラックスして、音が飛びます。だからまあ最初から丁寧に演奏していくといいものが出てくると思います。今日の成功を心から祈っています。よろしくお願いします。先生よろしくお願いします。みんなが僕はリハーサルもいろいろ聞かせてもらったんですけど、もうみんなのソロが出てくるたびに僕は客席で大丈夫かなここ注意したなとか、この音程のこと言ったなとか、いろんなことを思い出しながら、客席で聞かせてもらってます。この5月も授業がなくて臨時練習も時間がこう短縮される中で、まあ本当に無謀なプログラムと言われるようなプログラムを組んでしまいました。本当にみんなには多分とても迷惑をかけてるんじゃないかと思います。だけどこう終わった時のみんなの顔っていうのがもう素晴らしかったんですね。だから昨日素晴らしいコンサートでした。今日も多分そうなると思います。その成功した一つの演奏会の気持ちというのを自分のこれからの一生の宝にして、この瞬間というのはもう二度と戻ってこないと思うので、心に強く持ってこれからも頑張ってほしいなと思います。最後まで頑張りましょう。まさか僕のところにこのコンチェルト共演っていうのを声をいただかけていただいたのが去年ですよね。本当はね、本当は去年の演奏会で取り上げるっていうことだったんですけども、まあコロナのことで延期になってしまって、まあ仕切り直し仕切り直しでずっと来ましてね、やっとここでできたことはすごく嬉しいです。本当に素直に嬉しくて、で東京音大のシンフォニーブラスと一緒に共演できるって言って選曲すごく迷ったんですけど、このイルミネーションズって、トゥリンって作曲家のどこも本当にやってなくてですね、でも自分にとっても本当に楽譜見ても音を聞いてもできるかできないかわからないけど、まずやってみようと思って、挑戦したいと思って他の先生にまあこの答えを出して、でもひろみ先生の導きのもと、もちろん他の先生もいろんな先生方のご指導で、皆さん の素晴らしいそのご指導と先生方のご指導もそうなんですけど、皆さんの意気込みというか、やっぱり音にするっていう素晴らしさはひしひしとこう、ここなんかで僕が演奏するような立場じゃないんですけど、いい音がいっぱい聞こえてきて本当に幸せでした。ソリストっていいなと思いましたけどね。ありがとうございます。でも、はい、もうちょっと短めに本当に僕はトロンボーンっていうか自分のこと話すとあれなんですけどね、勉強も全然してこなかったし、本当音楽しか好きなことなかったんですよ、小さい頃から。それでまあチューバから始めてトロンボーンに行ったんですけどね、でもこれしかないと思ってずっとここまでもう50手前ですけど来ました。でも必ず練習して上手くなってやるって思って一生懸命俺はここに入りたい、ここに行きたいと思えばそういう気持ちになれると思います。だから
これからオーケストラのオーディションも、まあ、目指してる人いっぱいいると思うんですけど、あのいっぱいあの空いてくるし、おじさんたちがみんな出ていくのでチャンスが回ってくるはずです。だからその可能性にちょっとでも 1% でも気持ちが残ってるんだったら磨くっていうことを一生懸命やってほしいと思います。今しかないと思うんで、あの小沢さんがよくおっしゃってましたけど、今なんだよ、今しかないんだよって先生多分ねよく言われませんか。あの本当にそれはそうだなと思うので、今練習してください。もう絶対練習しかないと思います。その瞬間その瞬間ね、はい、ひろみ先生も小川先生も僕も毎日多分そんなことを考えて1分1秒でも練習したい、学校みたいに何かを見つけたいと思ってやってると思うので、みんなも多分そうだと思うんですけど、もっとやってください。きっとなんかキャッチできると思います。今日もあのエネルギッシュなあのパワフルな演奏皆さん期待してますので、私も頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、NHK 回ってるから。あ、NHK ですか、ええ、失礼します。こういう時期ですごくいろいろ例年と違うことが多くてすごい大変なことばっかりだったんですけど、あのこうやって無事にその学外で演奏会 A ブラスの演奏会することができてすごい良かったなって思うし、昨日の演奏会もすごいいいものがあのできたと思うので、今日はもうみんな楽しんで、あの先生方の指導をあの信じて、あの今日は楽しんでいただければなと思います。僕も、楽しみたいと思います。4年間ありがとうございました。こんにちは、週刊官兵衛の時間またやってまいりました。坂本先生もどうも。今日はですね、実はですねまた違う雰囲気、熱き東京音楽大学の現場という題しましてですね、実は昨日今日とですね、はい、東京音楽大学 の, あのウィンドアンサンブルですね、はい、あの吹奏楽の定期演奏会をあのなんと行ってるわけです。で、まあ私が指揮をさせていただいてるんですけれども、その現場をですねずっと作ってこられたあの小川先生、はい、翔一郎先生、はい、それから山下美月ちゃんでよかったね、はい、うん、ステージの、ね、やってくださいで、まあ後でまたご紹介しますけれども、元野さんと、木田さんにもちょっと登場していただきたいんですけど、はい、その現場のですね、はい、早速その熱きこの燃えたぎる学生たちと共にこの作り上げてきた、うん、あの現場のお話をちょっとご紹介しながら、あの今後の東京音大の展開を、どうして東京問題にならずに、ね、やっていただきたいなという、ね、ことと、はい、それから東京音大に限らずこれをご覧になっていらっしゃるいろんなあの全国の、まあ、方々ね、まあ、あの被爆ピアノのこともありますけれども、はいはいはい、社会貢献の話もあるし、でもまずはあのそういう話を伺っていきたいというのもですけど、はい、先生昨日はどうもありがとうございました。あのありがとうございました。ステージ最後昨日なんか横幅すごかったって、本当に、もう本当に、あのね600人ぐらいのお客さんなんですけどね、はいはい、最後もあのドーンと盛り上がりましてですね、あの先生にも登場していただきました。あ、そうですか。もうパフォーマンスのパフォーマンスのパフォーマンスだったんですけど、先生いかがでしたか。ずっとこういうコロナ禍で練習時間も削られて、ね、で、まあ、私ともども一生懸命頑張ってきましたけど、やっぱり普段 の, その練習時間よりはもう全然悪条件、うん、ただ一般 の,、ね、あの大学はみんなリモートでやってる中でなんとかこうやって、感染対策をしながら、対面授業で演奏会も開かせてもらえるということは、まああのある意味では音楽大学としての面目役業といいますか、うんうん、なんとかもうこれがなくなっちゃったらもう僕らどうしていくんだっていうぐらい、飲食業の皆さんと同じぐらいいじめられる状況になってますけれども、昨日まずは第一はうまくいってよかったなと思うんですけど、先生のご感想。いや本当にこうもう僕は会場で聞かせていただいたんですけど、本当にもう涙が溢れてくるような、ですよね、
あのやっぱりいろんな思いがあったので、うん、それがこうなんかこう心の中にこうはーっていうか感動した感じがしましたね。非常にね、あの本人はもう本人はもう天才って呼ばれるよね、夢だね。なんだけどそれはこっち置いといて、あの非常にピュアなね、はい、あの学生思いでらっしゃるし、うん、まあ、それそのまあ気持ちがやっぱり学生たちも伝わってるので、うん、僕はまあ数回でしたけれども、はい、本当に仕事をしていて、あの教団にとっていて、あの仕事が本当にやりやすかった。非常にみんなポジティブなあのアトモスフィア雰囲気を持って、うん、あの食いついてきてくれるので、はい、まあ、あの真摯ですよみんなね、うん、そういう意味で非常にありがたかったなと思うんですけど。しかもあの先生はあれですよ、うん、薩摩隼人。どうぞ。私です。先生も薩摩隼人、これ下野達也もいて、これ僕は江戸っ子だからね、もう勝てないね、それじゃ江戸幕府潰れますからっていうことだったんですけど、まあ今日もまたね頑張ってやっていきたいと思うんですけど、はい、今日も昨日と同じように最後締めていただきたいんですが、あのこのまま演奏もあのそうなんですが、まあ、学生たちと普段接していただいて、今このご覧になっている全国の、まあ、この大学を目指したい若者もいるでしょうし、それから吹奏楽の楽器を勉強している人もいるだろうし、まあ、別に吹奏楽に限らず音楽をやってみたいなと思う若者たちもいますけれども、そういう方たちにこうなんかメッセージありますか？あ、そうですね、まあ、もちろん管楽器、例えばコントラバスとかでもそうだと思うんですけど、やっぱ吹奏楽から入ってくる人多いと思うんですよね。で今も吹奏楽は本当にこう、まあ、業界的に盛り上がっていて、うん、でやっぱそこで楽器を経験した子たちがもっとやりたいっていうことで、うん、あの音楽を志すっていう、うん、まあ、あの道があるので、うんうんうん、そこをやっぱりこう絶やさないように、これからもやっぱりあのでちょっとやっぱりこう吹奏楽の中で団体競技とみたいな感じでこうやるんではなく、そのかそれぞれが光る、ここが光るような、まあ輝きを持てるような場をここではやっぱり作りたいと思って、まあ授業を組み立てるようにはしています。今あの吹奏楽アカデミーもね、はい、あのうちはありますけれども、うん、あの管弦の、はい、管弦だ、もうみんな、うん、充実した学生たちがどんどん、あの、はい、この社会状況の中ででも、あのそれから私立の音楽大学は、まあ、どちらかというとちょっと普通大学よりもあの、入学金も高いですし、授業料も高いにもかかわらず来てくれている、まあ、あの学生がいます。それで、親御さんも一生懸命ね、あの働いて払っていただいてるんですけど、今後やっぱり若者に向けて そのこの我々の世界の素晴らしさとか、うん、それから、まあ、私たちあの教える側ね、うん、それから今度は経営する側、うん、なんかいろんなあのところに向けて、まあ、先生から見た今後 その自分たちから上の人それから若い人たち展望みたいなもの、あるいは夢みたいなもの、難しいけれど、なんかありませんか？やっぱり豊かな心を育てたいよね。いや、もうまずそこですよね、うん、やっぱりその、まあ、音楽の技術っていうのはあのもちろんあの技術をがあって技術を学んで当然なんですけど、それと同時にやっぱり折れない心とか、うん、あのがある心をやっぱり持って、でそれっていうのは人と接するときにまたこう出てくると思うんですね、うん、それと程よいエッチね。いや、まあ、どうかなさないでいいですよ、あの立場が悪くなるし。さあ、山下さん、はい、ずっとね、縁の下 の力持ちで支えていただいて、宝持ちじゃない、力持ちで支えてもらって、あれなんですけれども、ずっとこうやってあの学生たちのそばにいながら準備をされていて、今思うこと、なんかありますか？昨日、今日と一つの、ね、節目ですけどね、頑張って、まず開催できてよかったなって、本当に。うん、日々を思っていて、本当に昨日の演奏を聞けて本当に今まで学生たちが準備してきたことがこう実ったというか、ハードな練習だったもんね。その瞬間をこう袖でですけど見れうるうる来ましたね。いや本当に日々の練習の段階から私は半分泣きながら聞いてはいるんですけど、特に最後のね、イニシエのあの時代の最後のあのサクスのアンサンブルなんかね、もう真骨頂だもんね、うん、もういい作品をね先生に選んでいただきまして、うん、まあ学生たちにとってはもう大変ハードな十何曲なんだけど、うん、若いからやっぱりこっちはもうヘロヘロよ、63のじじいですけれども、今後新しく入ってくる高校生とかさ、
それから自分たちがの後輩に対して、どんなことを伝えたい、あるいは山下さんなりの、まあ、夢、この仕事をしながらの夢、まあ、実現するしないはこっちを置いといて、こうあってほしいとか、こういう風になってほしいとか、まあいろいろね、あと給料上げろとかいろいろあると思うんだけれどもまあちょっとなんかあれば。私自身も吹奏楽出身の人間なので、こう大学に入るまでは本当に吹奏楽曲、特に私サックスの人間なので、うん、本当に吹奏楽だけに。あ、じゃあ上下生だったの。あ、そうです、上下生弟子です。桃見元気か。本当です、会えないんだよ。全然私も連絡が取れないですけど、うん、まあいいや、分かりました。吹奏楽だけにこう中学校高校とかで没頭していて、うんうんうん、大学に入ると他のことを知っている仲間と出会えるので、吹奏楽も視野が広がるのはもちろんですけど、オーケストラだったり、うん、あと声楽のこと、ピアノのこととかっていう、その他の音楽のその種類っていうものを大学に入るとより知れるっていうのが、本当に音楽大学に入って一番良かったと思うというか、その来た学生、入学してくださる学生とかが本当に一番こう学校中で音楽が流れてるっていう幸せを感じれるところだと思うんですね。なるほど、ありがとう。一番何よりも説得力のある宣伝になるよね。ありがたいですね、理事長先生。先生もこういうことないよ、なかなか。じゃあ今日も頑張りましょう、はいね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、今はね、岡澤先生と山下さんに聞きましたけど、伺いましたけど、今度はですね、はい、もう2組、はい、2組じゃない、お二人、はい、すみません、ちょっと疲れてもね、日本語はもともと崩壊してるんですけどね、木田さんと、それからステージをやっていただいている、はい、元のにお越しいただきました。お二人ともご苦労さんです。今日も頑張ってください。よろしくお願いいたしますが、まずは昨日の感想どうですか、やってて。楽しかったです。私もヘロヘロでしたけど、はい、頑張りましたけど、最後 の先生方のと一緒に作って終われるって、終わった感じって言っていいのかな、やっぱりちょっと感動しました。もう流れた時終わってますから大丈夫何を言っても構わないです。先生も学生も一緒になってやって、終わったっていう感じがね、とても心に残りました。ステージを作って、はい、非常にね、彼ね、見ていても真摯に作るんですよ、はい、それがもう彼女じゃない、彼の元野さんの特徴ね、うん、非常に真摯な意識でステージングを望んでるのは、遠目に見ててもよくつかめるので、意外と見てないふりして見てるんですよ、僕。いやいやいや、それじゃないですけど、非常にね、それが昨日なんか、如実に現れていて、やっぱ譜面台の高さも完璧ですしね、それからちゃんと水やお茶も用意しておいてくれるし、こういうコロナ禍だから、なかなか制約があるんだけど、その中ででもね、あちこちに、気を配らなきゃいけないのに、よくやっていただいたと思います。特に昨日はエレベーターのない古いホールだったから、響きはいいけれども、はい、しんどいんだよね。しんどかったですね。63の3階まで上がるってのもね、ぽわって言いながらね、上がるんですけど、でも終わった後の、やっぱり満足感、充実感っていうのが、はい、自分たちを、ここまで助けてくれている、まあ、やってよかったな、学生たちに。助けられたなと思いましたけど、元野さんはやっぱこうステージ作りながら、はい、まあ、それでもうこの大学5、6年いらっしゃるし、若者と接しられて、どういうことをこのご覧になっている方々にアピールしたいというか。アピールですか、私がですか、うん、はい、難しいな、うん、ステージングを作ることの喜びというのは、やっぱり彼らが、もう何とも言えない満足な顔で帰ってきてくれた時に、はい、俺これやっててよかったなと思われる瞬間ってあるじゃないですか。やっぱり楽しく演奏してほしいので、うん、それしか考えてないので、でやっぱりどこのホールが変わっても、うん、同じように楽しめるように、うん、同じように演奏して音、みんなが音を共有できるっていうんですかね、うん、そういうふうにできるように組んでるつもりなので、うん、でここだからこうなったとかっていうよりは、うん、ここでもいつもの音が出るとか、うん、これでも同じように吹けるっていう風なことをいつも気にしてセッティングをしています。あとね、彼のような仕事をやりたいと思ってる学生たちもいっぱいいると思うんですよ。僕もあちこちの本題とかで、学生の話すると、うん、やっぱ
バックバック、うん、みんな学生あのプレイヤーを支える側に回りたいっていうのがたくさんいて、うんうん、ステージングね。そうステージングと特に女性多いのよ。そう多いですね、うん、すごく多い。ものぞザスタッフの中でも女性が半分以上になってきたし、うん、あそういう今話を伺う女性の方がすごいアクティブなんだよね、うん、ですですです。あの僕の知り合いの優れた演出家の奥さんもステージングマネージャーだしさ、はいはい、もうみんなあのそういう仕事に憧れてる人たち、うん、もううちの大学の学生たちもいると思うんですけど、その、まあ、彼らに何か、はい、あの先生の方からおっしゃる、うん、とりあえず何か機会があればやってみる、はい、まずこうですよ、ね、あのでも甘い仕事じゃないもんな、甘くはないですけど、でもやっぱりあの物事が分かってくると楽しくなってくるので、うん、それまで耐えられれば、うん、あの楽しいと思います、うんうん、とにかくなんかチャンスがあれば、うん、あのやってみてなんか、うんね、どんな空気でなのかとか、うん、どんな香りがするのかとかが感じるだけでもいいんじゃないかなと思いますけど、まずは、まあ、僕らの時代ね、うん、もうその元さんたちの仕事の神様みたいな人がこの間亡くなっちゃったのに宮沢さんってね、まーちゃんね、もうこのステージングの職業をのもう立ち位置を変えた方なんですけど、うん、あのシニフィロでね、あの小沢先生の全盛期を支えた、まあ、名ステージ、はい、ステージマネージャーなので、はい、僕もちゃんと学生時代しょっちゅう音楽家潜り込んでる時から捕まって名前を覚えられてから全部タダで入れてくれるようになって、うん、イロビーっつったらこっち来いっつって入れてやるっつって、うん、もう何度あの叩きをもらったか知らないですけど、だからそういうステージングの方が僕がある日指揮者になった時に涙流して喜んでくれたりしてね、でそういうやっぱ裏方身寄りに尽きるその仕事の喜びっていうのはやっぱりあるでしょ。あります、うん、はい、だから本当に、影の仕事だから普段ねなかなかあの皆さん あの表に立たないので、バイアスとしては一般のその、人々にはなかなかわからないかもしれないけれども、はい、でもどんどんその若者たちがそういう仕事をしたいっていう子たちが増えてきてるっていうのも僕は、ね、この国のね ある意味でみんながみんな AKB48 やステージングに乗る人間になりたい承認欲求丸出しみたいな人たちじゃないことがねこれからのこの国を救うんじゃないかなというふうに思うんですけど、うん、まあ、それはまた改めて特集でね、うん、宮台先生の本からご紹介しながら話していきたいと思うんですけど、今日も頑張りましょうね、はい、よろしくお願いします。さあお待たせしました木田さん、はい、まあ、事務局員として演奏課長としてね、ずっと、まあ、僕の最初のいわゆる先生をやった時の教え子よ。で他のその先生の奥さんと同級だったってことは名古屋一緒に行ってるんだよね、はい、奥さんもね、岡田先生の奥さんもね、ということでもう、まあ、卒業生であり、まあ、温かくそのこの学校を見守って学生たちの側に常に立って、まあ、少しでもいい学生生活を送ってもらいたいと思っている彼女ですけれども、どうですか、まあ、今日やりますけれども今までもやってきて、そうですね、もう学生さんたち、まあまあ、今回特に指揮されてた広上先生が一番楽しそうには見えたんですけど、まあ、でも学生たちの伸び伸びとした、うん、一人一人のもう本当に毎日毎日楽しそうな、うんうん、表情と自分も思い出すんですよ、名前と食べてもいいんじゃないか、名前の数ねてやってた時な、まあ、ちょっとのびのびやってたよ。やるから緊張でした。でもうまかったんですよ、彼女もね。まあ、でも、サポートをする側に回ってからの方が断然長いので、うん、まあ、いろんな仕事があることも分かって、うん、まあ、特に演奏会だと、お客様が入る、まあ、いらっしゃいませから、うん、ありがとうございましたまで、2時間半くらいですけれども、うん、私たちそこに2年前から、2年以上前からやっぱり準備してきてます、うん、ね、うん、でホールの方とホールを取ったりホールの方とお話ししたり話したりして先生方と相談したり、うん、でコミュニケーションね、そうなんです、そこが決まってきて、うん、で曲が理事会の方々聞いてますか、コミュニケーションですよコミュニケーション、はい、いや、もうそういうのがとうとう本番今日ですねっていう時のお客様の最後、もう本当にワクワクした顔をして帰られる時が一番素敵な感じがします。今もうねこういう感染なんでね、それはもちろん日本中世界中がまだまだこのコロナに苦しめられていて、まだまだもうちょっと一時の光が見えるかなぐらいの
トンネルのまあ8合目ぐらいまで来たかなというところだけど、まだ油断できませんけれども、その中で音楽大学こうやって昨日今日と開催できるね、まあ感染者も少し出ていても、でもなんとか行こうという、まあ、決断をしてくれた理事会に感謝いたします。上げたり下げたりだねだけど、まあそういうやっぱり英断をしてくれる、まあ柔らかい部分もちゃんと持ち合わせてくれてるということを認めつつ、これからも一つ現場のためによろしくお願いしたいなと思うんですけど、はい、木田さんの現場の、まあ、事務局員としてのいろんな、両方を見る立場として、これはもう学生たちに、あるいはここの音大にもまた入ってみたいなっていう高校生、あるいは今度は僕らのような卒業生、それから大人の人たち、世間一般の人たちに向けて何かこう、伝えたいメッセージみたいなのありますか？まあ、大学もう本当に素晴らしいところだと思います、うん、他の音楽大学も皆さんどこの音大じゃなくたってみんな素晴らしいとか、はい、素晴らしいと思います、うん、自分たちがやりたいことを持って入学して、うん、で、まあ、特に東京音大、私長いですから、そこで言いますと、うん、広上先生のような、坂本先生のような、他園先生のような、山下先生のような、本当に受け入れてくれて、全力で学生さんのために押し付けることじゃなくて、全力で一緒になって考えていってくださる先生方、スタッフが揃ってるっていうことが大学本当に素敵なとこだなと思います。現場のコミュニケーションね、はい、事務局もいろんな方がいて、いろんな立場でもう仕上げられたりする方います、うん、それ一言一言重要なことだと思って受け止めてます、うんうんうん、意味があることだと思ってるので、うんうんうん、それもよく理解した上で、みんなで一つのものを作ってよくなるためにやってるわけなので、うん、一つも無駄がないと思ってます、うん、なのでお一人二人の言葉を一言一言全部受け止めながら、そんな人間になりたいなって、それは自分のことですけど、まあ大変難しいですが、それを学生さんも技能とか、もう心が大きくなってくるところにつながっていければいいなと思います。大学来て本当に素晴らしいところだと思いますので、もう本当チャレンジしていっていただければと思います。まあ、来てそれはね、まあ、今とてもいいことを言ってくださったのは、うん、まあ、いろんなものの考え方が あるのが当たり前だし、人々って100人いれば100人の考え、そこにはいろいろな考え方に祖母もあるったり、帰りもあるだろうけれども、まずはポジティブに受け止めて、一つの連携の力を、ね、積み上げることによってやっていきましょうと。で、大学っていうのはそういうものだし、それはもう教員であろうが事務局員であろうが同じなんだと。だから事務局員の中でやっぱり、ポジティブに考えてる人いっぱいいるんですよということを多分おっしゃったんではないかというふうに思いますね、はいはい、いよいよ今日、はい、東京芸術劇場での本番のこれからドレスリハーサル最後の、授業といいますか、が始まりますので、ここは官兵衛部屋ですね。そうなんですね、まあ、ちょっと勘弁してくれっていう感じで、それ冗談なんですけど、いよいよ私も一中ふんどし一枚でこれからステージに、また後ほどお目にかかります。ひとまず。